はい、皆さんこんにちは、マイニーです。本日ご紹介する動画は、マナネイルズさんが出してるジュエリーステッカーというものをちょっと手に入れましたので、こちらを使ったジュエリー風アートをやっていきたいと思います。それではどうぞ。はい、ということで今回はこの超綺麗なキラキラのステッカーを使っていきたいと思います。これなんかね、クリア系のカラーとか上に乗せるとまた違った感じのジュエリーっぽい感じになるみたいなんで、そんな感じでやっていきたいと思います。で今回はまあこのアート、このシート使ったステッカー使ったアートがメインなんで、ベースのカラーはまあクリアでいこうかと思います。はい、出していこう。これはあのマナネイルズさん、エルムーン by マナネイルズっていうネイルサロンね、マナさんのサロンが発売してるやつなんで、インスタのアカウントから行けばショップに飛べるはずよ私がいつもあのアート用の筆でお世話になってるところのサロンさんですね。はい、こういう感じ。触った感じはね、ツルツルしてる。めっちゃ綺麗だねこれ。シルとあとメタリックシルバーみたいな感じのが混ざり合ったやつなんだ。で、あのステッカーなんでシールになってます。でちょっと厚みがあるね。で好きな形に切ってやっていきます。四角っぽくしようかな今回は。ハサミがない。ハサミ、ハサミ、はい、ハサミ。四角っぽい。え、幅幅幅、まああんまり大きく切りすぎるとなんていうの、ジュエリー風にしたいからこんなもんにしようか。これでも大きいかな。で一応2パターン作っときたいから2つ同じ形で切っておきます。はい、こんな感じですね。でこれはもう使わないから元に戻しておきます。じゃあちょっととりあえず1個ツイザーでちょっとこの角を丸くしておきます。なんかシェルシートとも似てるけど、このメタリックのシルバーが入ってるとこが違うね。またちょっと違う感じのキラキラ具合。はい、こんな感じで角を取ります。ちょっとこっちもやっとこう、どうせ使うから。よし、まあじゃあ2つ用意しましたんで、こっちを使おうかな。最初に切った方ね。これはもう後々使います。はい、じゃあまあさっきも言ったけどクリアでやっていくので、ベース塗ったチップの上に貼っていきますが、まあ未硬化ジェルがあるとつかないので、この真ん中あたりだけエタノールを含ませたキッチンペーパーです。これでちょっと拭き取っていきます。全部拭き取るとね、未硬化ジェルはなくなってしまうので、拭きたいところだけ取ります。でこれ厚みがちょっとあるんですよね。結構硬いっていうか厚みがあるので、ちょっとだけカーブをつけていきたいと思います。その方が貼りやすそう。厚めの C カーブに沿ってくれるようにちょっとカーブをつけます。はい、じゃあこれで貼っていこう。台紙を取って、この、ね、台紙が意外と剥がしやすい。なんか剥がしにくかったりすることもあるんですけど、はい、じゃあこの真ん中に、お、結構粘着あるね。粘着あるからつけやすいかも。こういうシール系って端っこが浮いてきたりして結構大変だったりするんですけど、結構粘着あるね。まあでもしっかりと押し付けて貼ります。よし、良さそうですね。綺麗。あー綺麗、これだけでも。はい、でこの上にこのクリアのカラー、これジェルグラフの 229C、 ちょっとくすみブルーみたいなカラーを上に塗っていきます。このままでも十分綺麗ですけどね。はい、じゃあ塗るよ。はい、こうなります。おお、めっちゃ綺麗。ほら、あー綺麗だね。めっちゃ綺麗だ。はい、こんな感じです。これで一回硬化していきます。はい、硬化しました。
綺麗。なかなか難しいもんね、こういうキラキラの色のついたキラキラ感を出すの。はい、じゃあ次はこれまたジェルグラフのメタリックゴールド、これを使って、枠を描いていきます。筆はアート用の筆。の周りを囲むようにして、どう、わかりますか、枠描いたの。かわいいね、枠描いてもかわいい。なんかジュエリーアートって、まあ、この枠も難しいんだけど、中の石を描くのも難しかったりするんで、こういうシールがあると確かにこうパパッとささっとすごい綺麗な石の部分が作れるからいいですね。はい、では枠を描いたので一旦これで硬化していきます。はい、じゃあ続いては、アート用の黒 94A を使います。はい、綺麗だね。じゃあこれで筆はね、またそのままアート筆でこの枠を囲んでいきます。まあでもこの枠、黒はあってもなくてもどっちでもいいかなとは思うけど、一応今回はやっていきますね。細く細く入れていきます。で、ちょっとシールが分厚い分凹凸があるんですけど、まあ、最後ちょっとぷっくりさせようかなと思っているので、そんなに凹凸は気にしなくてもいいかなと思います。かわいいね。見えるかな、ちょっと光っちゃって見えづらいかもしれないけど、私が今描いてるこの枠の細い線は別に描かなくてもいいけど、もし描くんだったら、まあなるべく極細で描くんですけど、めちゃくちゃ綺麗に描かなくてもいいよ。はい、できた。ではこういう感じですね。これで一回硬化します。じゃあ硬化したんで、これで一回トップを塗っていきたいと思います。はい、では硬化します。はい、トップ塗って硬化しました。で、このシール貼った部分、ステッカー貼った部分をちょっとぷっくりさせていきたいので、私はいつもエクステンションジェル、こういう時はねこれを使うんで、エクステンションジェルをのせていきます。あー、硬いかなちょっと寒くてめっちゃ硬いね。ちょっと温めようよし、温まった。ちょっとは柔らかくなったかな、なったかな。ちょっとゴミが入ってるな。冬はジェルが硬くなりやすいので、そういう時私足元ヒーターサロンにあるんで、ちょっと足元ヒーターで温めて使ったり、あとはもうちょっと寒くなると北海道っていう、みんなカイロを用意するんで、カイロの上に置いたりしてます。うわ、ぷっくりさせるとまた可愛いね。はい、ぷっくりさせました。もう一回硬化していきます。はい、硬化終わりました。で、ぷっくりしたところだけは拭き取りが必要なジェルだったんで、ちょっと拭き取ります。うわー、めちゃ可愛いじゃん。奥行きがすごいね。はい、ちょっと一回外します。よいしょ。さてさて、このような感じです。見えますか、綺麗。こんな感じです。めっちゃ綺麗。今回ちょっと形はね、長方形というか四角形でやりましたけど、全然あの好きな形に切れば丸とかね、楕円とかできるので、ぜひ手に入れたらやってみてね。で、今回枠とか書いたんですけど、別になんかパーツとかで枠周り囲ってもいいと思います。かわいい。ちなみにもうワンパターン、あのシールに色塗らないバージョン、そのままでやったバージョンもちょっと作ってみたんでお見せします。はい、
白っぽい感じですね。これはこれでいいの。別にこのままで使ってもいいと思うんですよね。ね、全然違うサイズが。サイズが全然違うとか言って。かわいい。あ、これもかわいいね。このままでも全然いいじゃん。白系のジュエリー風アート。かわいい。で、これもね、一応ぷっくりさせてあります。どうですか？今回は色は青塗っていましたけど、別に何でもいいよ。パープルとかピンクとか2色入れてもいいですしね。この1個の中にブルーとパープルとかなんかそういう感じでやっても可愛いと思います。ちょっと両方とも乗せてみよう。わお、なんか、まあ、今回私がやったこの形が結構ね、サイズが大きめなのでインパクトが強いから、まあ、もし入れるなら片手に1、2本で、あとは私だったらですけどナチュラルな色で全部仕上げちゃうかな。ベースカラーは全部つけてる感じのピンクベージュで、上にこの後を1、2本やるかな。それ以外結構がっつりやりたいよっていう場合は、まあ、形、ジュエリーの形をもうちょっとなんていうの、まあ、四角でもいいし楕円でもいいし、いろんな形にして指ごとにやってもいいかもしれませんね。キラキラ、テンション上がっちゃうね。ということで、今回は、マナネイルズさん、ここね、エルムーン by マナネイルズさんの、ジュエリーステッカーを使ったジュエリー風アートをやってみました。めっちゃ綺麗です。他の形もやってみたくなっちゃう。はい、ということで私も今後ちょっといろんな形で叩き、めっちゃ噛んだ。いろんな形でたまに早口になるから噛むんですよね。はい、いろんな形でいろんなジュエリーアートをやってみたいと思います。あのエルムーンさんのアートも皆さん覗いてみてください。めちゃくちゃあの細かいアート、パーツ一切使わないというサロンさんなんで、ぜひ皆さんにも一度見てほしいと思ってます。まだご存知のない方はぜひ見てみてくださいね。はい、では本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。